こんにちは。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきます。日本株速報です。よろしくお願いいたします。今日は4月の1日の金曜日でございます。お題はこちら。最後の1日で大きな変化発生ということで見ていきたいと思います。ここにちょっと文字隠れてますけども、個別銘柄にこいつが入ってるんで、まあせっかくだから入れてあげたよみたいなそんな感じでございます。はい。今日は外運関連密入ハイテク変化、スターマイカ、チャームケア、この辺をチェックしていきたいというふうに思っております。で、最後テクニカル分析ね。今日で最後ですけども、まあいろいろ変わるところありますけども、しっかりと現在地を確認していただければなと。 いう風に思っております。よろしくお願いします。ということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の分析夕方5時までに上げていきます。皆さんと一緒に毎営業日株を振り返っていくチャンネルですので、ぜひ来週も聞いていただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速今日の終値から確認をしていきましょう。はい、三指数です。三指数は日経平均とトピックスが下落でマザーズが上昇ということになっております。日経平均は0.56%のマイナス、トピックス0.11%のマイナス、一方でマザーズが0.37%の上昇ということになっております。日経平均値上がり銘柄数のがちょっと ちょっと少ないといとった感じですかねゲーム関連の強さが目立ってますね。好み、ニンテンド。あと、ここに載ってないですけども、スクエアエニックスなんかも入ってましたね。あとは、ハンドタ関連だと、東京エレクトロンアドバンテストっていうところが弱いかなといった感じでございます。バイバイだけ見ていきましょうか。はい、バイバイだけで見ていくと、今日は海運株が非常に弱かったですね。これ、日本優先。昨日、あの日本優先じゃないよって教えていただきました。本当にありがとうございます。こういうのは気をつけますね。はい。ですし、あと、レーザーテック、ソフトバンクグループ。バイバイだけはまあまあ、そこそこできてますけども、まあ、控えめ。 ね、小幅な動きという感じでございます。東京エレクトロンがちょっと大きめに動いてるかなという感じですね。で、あとやっぱ海運株がちょっと目立っているのとゲーム株が目立ってるかなといった感じでございます。マザーズ見ていきましょうと言ってもマザーズというのも今日で最後なんでしょうね。来週からはグロース株見ていきましょうみたいな感じになると思うんですけども、そういう大きな変化がある中でなんか上がってきたのが変化だったっていうね、ただのダジャレみたいなそんな感じでございます。特に材料があるわけでは株単の中では見えなかったんですけどもなんか材料があったら教えてください。よろしくお願いします。で、今日 j t はバイベタキン後でキトップ ですけども徐々に徐々に減ってきてるのかなどうかなっていう感じではありますが今日は小幅安といった感じでございます。マザーズの指数記憶を見てみるとですね、ビジョーナル、ウェルスナビ、フリー、メルカリ、変化、まあ、こういった主力株がね、しっかりと上がってるってところから見るとですね、まあ、もちろん下がってる株もあるんですけども、まあ、強いなと安定してるなというそんな感じはしますね。で、マザーズ指数自体も指数残りますけども、ダブルボトム形成してますからね、この辺はしっかりと見ていければというふうに思っております。では個別面から見ていきましょう。はい、まずは海運管 連を毎回ですすがチェックしていいいきたいと思います今のところ売買代金がねまだまだ、うん、多いですから引き続きチェックは必要かなというふうに思いますで売買代金も衰えてきてチャートも下がってきたら売買代金も必然的にこう下がってくると思うので注目度はだいぶ下がると思うんですけども、まあ、そこまではちょっとね、えー、注目大きいうちは見ていきたいと思ってますで所詮三井が4.97 川崎基線が4.99、日本汽船が6.88%の下落ということで大きな値動きというふうになっております。やっぱり短期税がね、大きく売買してるんでしょうね。で、これが日本郵船の冷やしチャートですけども、陽線陽線陰線という形になり、まあ、昨日言ったようにここでダブルトップのネックラインもありますしね、5日線もあるし、あと一目均衡表の転換線石汽線もこの辺にあったので、さすがにやっぱちょっとこの1万1000円あたりは重たいかな、みたいな話をしていたんですが、まあそんな感じにはなってるのかなというふうに思います。で、下にはですね、これ75日線なんですけども、 ここを割り込む、そして、直近安値9500円割り込むようなことがあると、チャートはやっぱり崩れたなと、ダブルトップを形成して崩れたなという感じになりますので、まあ、そこは、まあ、短期税もお金が逃げていくきっかけになるかもしれませんね。はい、えー、三井ハイテックも見ておきましょう。今日は2.65%の上昇なんですけども、これなんで見てるかっていうとですね、決算発表になったのが3月の14日なんですよね。で、ここから三井ハイテックの上昇が始まったんですが、まさかのこれだけの上昇がぐわーっと続いていくとはね、ちょっとなんとも思わなかったという、もう2倍近くまで 上がってきたとということで,すで、すでさすがに上がりすぎなんじゃないかと言われれば、まあ、この平均 PR で見ても、まだね、安いなというふうに思いますし、で、これは5日線に沿ってこうやって上がっていくって感じですけども、なんでこんなに上がったかっていうと、まあ、一つの要因としてはやっぱり受給面ですね。受給面が上がった時に、空売りが絡んでいたっていう可能性が高いですよね。空売りが絡んでいることによって何が起こるかっていうと、上がったら損切りになっちゃうので、で、損切り買い戻しになっちゃうので、買い戻しがさらに株価を押し上げるっていう状態が上がっていく過程でずっと続く。 続いてたんでしょうねこれだけ上がっていく中でもですね信用倍率が1.01倍と信用売りと信用買いがほとんど拮抗してるようなそういう状態であるということがわかるかと思いますで3月9日あたりは日経ーキもちょっと底値をつけてだいぶこう日経ーキが戻し始めるタイミングで1回2回のダブルボトムをつけて高決算挟んでグ,グーっと上がっていく地合いも良ければ何が言いたかってこれ5日線が効くってことなんですよねまあこういう時の5日線っていうのは結構頼りになるのでぜひ皆さんも一応頭の中に置いといてくださいなんかいい 株がいい株って言ってもね、本当に定義が広いんですけども、いい決算が出て、好材料が出て、まだその材料が新鮮なうちに、地合も良くなっていてで、上昇を取り残したように思うけども、5日線に毎日こうついていくって、これ取れたわけじゃないんですけど、まあ、こういう株って結構あったりはするので、今後もいい試合が続くんであれば、そしてこれから2月決算の決算、で、4月末から3月決算の決算が出てきますから、その辺ね、注目して見ていきましょう。 続いて、マザーズから変化、見ておきたいと思います。まあ、変化、変化、変化、みたいな感じでね、えー、見ていただければと思うんですけども、PR がめちゃくちゃ高いにも関わらず、ストップ高してるんですね。まあ、きっと何らか材料きっとありますよね。と、株単だとニュースが出てこないだけだと思うんですが、今日は要線をしっかりとつけて、陰線をつけ、で、1000円という全開高値をしっかりと明確に要線を持って超えてきたということですから、この形は非常に強いなというふうに思いますよ。思いますが、ただ短期的なボラテリティはかなり激しい銘柄だなっていうのを改めて抑え とかなきゃいけないかなと思います。あすごいねと思ってエントリーすると結構10パー20パー平気で下げられてしまうっていうことがよくあるんじゃないかなと思います。っていうのも3月16日さっきの水入ってから3月9日安値でそこから上げてたって言いましたけども、で3月14日決算でそこから上げてましたけども、これ3月16日に安値をつけてでそこから上昇し始めてでこれももうすでに2倍近くまで上がってきているってことなんですよね。で短期的な上昇は結構激しいですから下がる時にも結構ねいい倍率で下がるし今こう上がってきたのももう2倍近くな。 なってるってことですからね、えー、調整は注意ですが、ただチャートの形、シンプルにこう長い目で見ると非常にいい形にはなっているということです。加えー、て PR が100倍のような株でもストップ高になるぐらい、時代としては、マザーズの時代としては決して悪くない。これが一体何を意味するのか、市場再編最後のお祭り的なものなのか何なのかよくわかりませんけども、えー、それが、えー、起こったということだけは押さえておきましょう。はい。で、ボリンジャーバンドを見てみるとね、ボリンジャーバンドのプラス2シグマを超えてますので、で、バンド幅が広がりかけてますので、まあ、トレンドが発生してもおかしくはないという形にはなっております。 ただ、ボラテリティが本当に激しいというところで、例えば、プラス1シグマまでが、今日の終値、ね、1,102円なんですけども、951円ありますよね。951円あるってことは、150円ぐらい差があるってことですから、150円、1,100円から150円差があるってことは15、15%弱ですよね。15%弱、プラス1シグマまで。移動平均線まではもっとありますからね。えー、だから、ね、やっぱ、すごく調整の幅も大きくなりやすい銘柄なんだってことは改めて押さえておいていただければと思います。はい、続いて、スターマイカ見ていきましょう。スターマイカはね、不動産業なんですけども、今日ストップ高してます。 決算発表がありまして、決算発表が交換されてのストップ高ということになってます。で、今日はまあ、ちょっとだけ寄ったのかなと思うんですけども、寄り付きストップ高水準少し剥がれてからのもう一回ストップ高張り付きみたいな、そんな感じの内容でございました。決算内容としましては、今期経常利益を21%上報修正、最高益予想、最高益予想を上乗せ、配当も増円増額ということですね。非常に強いと思います。で、この、ね、位置関係もね、なかなかいいなというふうに思いますね。なかなかこう上がりきらなかったチャートがずっと 続いていいいててて3月8日休めからだいぶ切り返してはいてで、ここで上がっていたにもかかわらず一気にストップ高ということで、おそらく評価は変わるんじゃないかなというふうには思います。現在の PR はここで見ても8.9倍ですからね。まだまだまあ安いといえば安いのかなというふうには思います。ちなみにスターマイカって皆さんご存知ですかね。スターマイカすごくいい会社なんでぜひ調べてみていただきたいのと、あとスターマイカ投資法っていう不動産投資の方法もあって、これもね、すごく面白いやり方なんですよね。簡単に説明をすると、スターマイカは投 投資家から物件を仕入れて、で、ファミリー物件を仕入れ、ファミリー物件の、その、オーナーチェンジ物件といって、入居者がいる状態で仕入れる。そうすると、家賃収入が入ってくるわけですよね。で、家賃収入が入ってくる状態をなるべく割安な状態で買って、で、入居者が出ていったら、リフォームして実需に売るんですね。普通の人に売るんですよ。普通の人に売る。普通の人の方が、あの、割引求められたりとかしないんで、結局高く売れるんですよね。投資家は、やっぱりその相場を知ってるので、安く売ってくれ、これぐらいだっていう風に、 靴を通せば買って売ってくれるんですけども普通の人は。 あの、理屈を通さなくても、普通に高めでも買ってくれるので、その鞘が抜けるようなビジネスモデルなんですね。で、その保管期間は、家賃収入が入ってきて、で、退去すると、えー、その売却益が入ってくるというモデルですから、なんかすごく面白いモデルだな、なんていうふうに感じてます。で、最後、チャームケアなんですけども、チャームケアはですね、毎週金曜日に個別銘柄のとことん分析するマガジンで、今回、まあ、会社指揮法の本命銘柄に入っていたので、分析したよという形になっております。詳しくは分析記事をぜひご覧いただきたいなというふうには思うんですが、チャートはこんな感じですごく放送 そこ張ってる感じなんですよね昨日、おとといとだいぶグッと上げて25日線の上まで来たんですけども、今日再び陰線をつけまして25日線付近にいるといった感じです。安値1058円。今日は1050円にこう僕、差し値を入れてたんですけども、1050円では刺さらずといった感じでございました。で、結論から言えばチャームケアすごく面白いと思います。っていうのは介護ビジネスですので、すごく成長性は高いんですね。成長性は高いんだけども、直近ちょっと伸び率が悪くって株価がめちゃくちゃ下がってると。で、めちゃくちゃ下がってる中で2月につけた安値が から下がってきてき3月29 1021日にもう1回安値をけけたんだけど10 21円ここを割り込まずにまたここ上に越えてくるとこれダブルボトム完成みたいな感じになりますからこのチャートの形としてはすごく面白いと思います。で、あとは、まあ、あの、業績の方もしっかりと見た方がいいという方はですね、個別銘柄とことん分析するマガジンの方もぜひご覧いただきたいかなと思います。であと、まあ、特徴としては PR がやっぱりこれだけ下がってるんでめちゃくちゃ安いんですよね。現在の PR 水準が11.8倍なんですが、こ、この期間内だけで見ても14.92倍。で,これで 戻るだけでもだいいいいぶ割合ととししてはいいと思いますしもうちょっと長く取ると、やっぱり20倍、25倍ぐらいまで PR が評価されてもおかしくない。それぐらい業績としては安定成長している株だったんですね。まあ、やっぱり 業界的にね、介護ビジネスかですから、高齢化が進んでいる中では業績が安定しやすいっていう側面はきっとあるんでしょうね。まあ、その辺をちょっと注目してみても面白いかなと思います。はい、では指数見ていきましょう。日経平均株価は残ると思います。日経平均トピックスマザーズ、結局残るのでテクニカル分析続けていきたいと思います。で、今日はですね、マイナスだったんですけども、下髭もつけ、雲の中に入っている時間帯も長かったですが、結果陽線をつけまして、なんとか雲の上までは戻しているという感じです。一目均衡表情だと、この青い線ですね。転換線は割り込んでしまっているので。 ちょっと懸念点が増してはいるかなと思います。で、ちょっと下がった雲の位置ですから、まあ、なんとか耐えたなっていう感じですよね。トピックス見ていきましょうか。トピックスも陽線で寄り付きから雲終わってたんですが、終値では雲の上まで戻してるということですね。まあ、なんとか耐え抜いたっていう感じはします。まずはズ見ていきましょう。マザーズがですね、耐えてますね。なんとか耐えてますね。これはダブルボトムなんですよね。1回、2回のダブルボトムをつけまして、陽線、溶線、溶線、常に終値はこのネックラインの上で終えているということでございます。 ざラバはね、ちょっと心配な時間帯もあるんですけども、なんとか耐え抜いてますからね、えこのまま来週を迎えた結果、どうなるのか、まあ、結果としては、あの、今日の夜とか雇用時計とかありますし、日銀単価も決していい内容ではなかったんでね、えー、その辺ちょっと踏まえてどういう風に動くのか、また来週しっかりと分析していきたいと思います。はい。ではお知らせを入れさせてください。1月30日に出版が決定しております。1日5分の分析から月13万円を稼ぐエクセル株投資です。Amazon で予約開始してますので、よかったらぜひ一度チェックしてみてください。こんな時代ですので、本屋さんで 買ってほしいんですけども、どちらでも大丈夫です。Amazon でも全然大丈夫ですのでよろしくお願いいたします。また、プレゼントを予定してるんですけども、何がいいかなというところで、Excel の人が多いのか、 あの、スプレッドシートの人が多いのか、Mac の人が多いのか、Windows の人が多いのかでアンケートを取ってたんですけども、あの結論が出ました。Windows ユーザーで Excel 派が一番多いということで、Windows でちゃんとエラーが出ない Excel をきちっと準備するっていうことが僕の命題であるってことがよく分かったので、これも準備しますし、僕はスプレッドシート派なんで、スプレッドシートでも準備が可能でございます。まあ、あと、Voysy をですね、かなり力を入れてますので、よかったらチェックしてみてください。で、あと今日チャームケアの話しましたけども、チャームケアの分析記事がもうすでに上がってますんで、よかったらチェックしていただければと思います。ということで、今日 こんな感じで終わっていきましょう今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンまた明日以降もね、えー、明日はやらないや週末を踏まえまして、えー、月曜日ですね月曜日多分外出先からの配信になるのかなという風うに思うんですがぜひ楽しみにしていただければという風うに思いますではまた来週テクニカル分析でお会いしましょうさよなら